アメリカ道場寺西です。お願いします。はい、お願いします。あの今日ですね、飛び込み企画でちょっとね、細谷さんのね現場にお邪魔してインタビューしようって企画やってたら、ちょうど近くの現場にいらっしゃいました細谷さんが。お名前は、熊倉です。熊倉さん、もう親方さんで会社の社長さんですよね。戸建てとかマンションとかいっぱいあると思うんですけど、はい、主に何やられてるんですか。そうですね、改修が主に。改修、はい、大きい建物ばかり。そうですね、あマンションとか、ちらっとはい、マンション、大きいマンション。新築とかも。新築とか、あ今なんかその時期的にですね、なんか現場が少ないっていう時期にちょっとなってるんですけど、そうですね、どうですか仕事量は。あ、ぼちぼちな。ぼちぼち。あ、これ儲かってるやつですね、これ。ぼちぼち。そんな、もう精一杯です。マジですか。自分の従業員をしていくのが精一杯です。あ、従業員さん見えるんですか。何名ぐらい。まあでもそうですね、僕合わせて、まあ3人とか4人ぐらい。はいはい、あ、でも結構個人店としたら多いですよね、うん、親方としては。ちなみに経験年数はどれぐらいで。僕10年ちょっと。10年ちょっと。はい。で、さっきちらっと聞いたんですけど、独立されたのが3年前で、20代独立されて。そうですね。それ経験が7年ぐらいでも独立して。そうです。あ、そうなんですか。仕事のパイプっていうその前の親方からとかですか。もうありますね。もうあと僕がポソ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 従業員に、はい、動き回ってたんで。あ、そうなんですか。あ、やっぱそうやってパイプいっぱい作っといて、違う業者さんに挨拶したりして、はい、独立する前と今ってやっぱ給料全然違いますか。あ、全然違うんですね。でも波は確かに、ね、波はある。いい時で給料どれくらいいくんですか。いい時はまあ自分のもんにしたらまあ100ぐらいはいくんじゃないですか。100ですよ、100。年収1000万も全然塗装屋でもいけるぐらいです。でも全然自分の努力次第で。次第で、はい、従業員抱えなくても1000万がいけますよ、まあ、頑張れば。あ、はい、そうなんですね。いけるんじゃないです。ちなみに独立されて3年でやっぱ不景気の時ってあったんですか。全然あります、ね、それどれぐらい仕事なかったりするんですか。でもまるまる1年本当、はい、1、2、3件とかぐらいしか入らなくて、あともうでっかい工事現場に応援行くみたいな、はい、そういう感じでしたね。常用でその1日いくらで、常用単価ってどれぐらいなんですか。なんかまあもらえるとかもらえる、でも基本的にまあ1万8000。1万8000。まあ2万超えたらいいよね。いやもうそのぐらいですね。ああそうです。でも1万8000でそこからガソリン代と、まあ、通勤費、うん、まあ、養生とかはもうあっちもちですよね、大体、うん、なのでまあガソリン代と考えると1万5、6000になってっちゃいますよね。独立したらもう年収1000万は全然いけるということで、頑張ればはいやれます。はい、ありがとうございました。またお願いします。お願いします。2人目3人目です。2、3で3人目です。3人目のインタビューの許可を下りましたんで、解体屋さん、解体の足場、足場の、はい、この足場みたいな感じですか。そうです、足場専門、はい、専門で。で、ちなみにめちゃくちゃ若くて、23歳で、独立が何歳ですか。20歳ぐらいですか。20歳ぐらい。17歳でこの業界に入って。そうですね、20歳で独立。その3年ぐらいで独立できるもんですか。大体それぐらいじゃないですか、ね、あ、そうなんですか。普通のその職人という職業の中では早い方ですよね、独立。早い方なんですかね、早いですよね。ちなみにその独立される前と独立された後、ちょっとやらしい話なんですけど、こっちの話なんですけど、給料ってやっぱ変わるんですか。は変わりますね。変わる。少しは上がる。あ、本当ですか、はい、その請負いでやってるのか、常用が多いのか。常用でほとんどやってます。この規模だと一人で行くのが大変ですもんね。人もいるし、そうです、材料も、はい、儲かります。いや、まあ、でもやっぱこういう解体とかやとやっぱ命がけじゃないですか。そうですね。本当に怪我が多かったりとか、もうどういう事故が多かったりするんですか。まあ落ちたりとか、はい、壁がなくなってくもんで、はい、やっぱ風とか吹いたら揺れますね、結構。で、落下したりとか。そうですね、一応安全帯は白いんですけど。そうですよね、それちょっと僕らのチャンネル安全帯映ってないんで、NG ですまあご存知かと思うんですけど、もうつけてないですもんね。そうですねまあちょっと踏み入った話なんですけど、まあそういう建設業界で解体屋さんとか、まあ、ちょっとブラックな人とか、はい、その闇な反社会みたいな人とのつながりがちょっと出やすいと思うんですよ。そういう人たちってやっぱいるんですか。まあそう、中で解体してる人とかは、はい、結構よくわかんないとか、あ、そうなんか名前とかもあんまはっきり言えやん。ああ、そうなんですか。生年月日がわからん人とかはいますね。
生年月日をちょっと危うふやにして入ってきてああそれは結構そっち系の暴力団、いや、まあ、まあはっきり言わないけど、なんか過去に何かあったんか分からんけど、ああそうなんですか、そういう人は俺ですね、そういう人インタビューできんかな、この方から、いや全然大丈夫です、普通のおじいちゃんですけど、はい、そうなんですか、中にいるです、ちなみにあの塗り替え道場のチャンネルは登録されてます、いやします今日お願いします、ぜひします、はい、すみません、はい、ありがとうございました、汚いですよ、全然です、ありがとうございます、すみません、またお願いします建設現場なんですけど不在ですね、今ぐるっと回ってきたんですけどいないんで次行きます、これなんだろう、それではなさそうですか、そうじゃないな、ちょっと許可取っていきますね、うん、ダメでした、ダメでしたか、あの YouTube 知ってるけどあの嫌だしょうがないです、ちょっと無理です、次行きましょう、はい、工事っぽいですね、エントランスのあれみたいな、ちょっといかつそうな人でしたけど、ちょっと行ってきますわ、はい、塗り替え道場は知ってるよって言って、あ、ちょっと動画出してください、インタビューですか、無理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 、即答でした、はい、ございましたね、今ありましたか、今ございましたね、あれは塗装工事らしき、ありましたね、はい、業者がいない、少々お待ちを、なさそうですね、ないっすね、さっきのとこ行きますか、くそー、打席にも立てなくなってきましたよね、くそー、バッターボックスに立たせてくれ俺もいや出足良かったのにな、ほんと最初の2発だけでしたねやばいっすね、塗装終わってるやつかもしれないですこれ新築です、これは、あー塗装ってないな、現場は結構今当たってます、もう10件ぐらいですね、全部で10件ぐらい、10件以上行ってると思うんですけど、答えてくれたのが2人ってことはあと10件行けよ、もう2人行けるってことですね、そういう計算ですか、そういうことですね、じゃあ簡単っすねなんかないかな、みんな声を発信してくれんかな、 Twitter とかで現場やってる人手挙げてあー区体終点か、いないですよね、見えないですね、ボード屋さんだ、あ多分絶滅しましたね塗装屋さん食っていけないですよ塗装屋さんということやっぱ絶滅、うわ次ですね、おびっくりした、もう僕も思った、あれ始まり見えたいいように捉え出しましたね、そうですね、うん新築だ新築だ、また新築だ、新築、新築っすね、もうみんな家建てすぎやって、新築だ、僕を待ってる現場が今いましたよ、発見しました、発見しましたね、レーダーが、あれは絶対塗装っすね、マジですか、もうこれで俺新築やったらもう嫌、オープンハウス新築だもう嫌だ本当にそうっすね、あれ、マジか、裏かな、コンビニかな、尾行やばいやばい、尾行だこれ、ストーカーなっちゃう、入った、怖そう怖そうだけど行くけどNG って言われました、サイディング屋さんいたんでちょっと行ってきます、ちょマジ出てほしいですね、そろそろ、絶対ダメって言われましょう次行きましょう、新築だ、 あれレイスさんじゃないこれ、もしかしたら、あ親方がいないみたいです、人影も見えない午前0時、広告収入入ってこない社長に絶対怒られる本日ね、ようやく一人目がインタビュー可能ってことで、あの来ました、すいません忙しいのに、あ、いえいえいえ
あのちょっと職人の世界についてちょっとインタビューしたいんですけど、はい、まあ、塗装職人さん、やっと塗装職人さんに会いましょうと。親方ですよね。そうです。一人で、はい、ちなみにあのいくつの時に独立されたんですか？32、3歳で、ね、じゃあ10何年ぐらいやられて独立されて、はい、でそのお金の話なんですけど、ちょっとやらしい、はい、やっぱり使われてる時よりもはるかに上がります？あ、そうですね。あ、本当ですか？やっぱ使われてる時よりは、はい、給料からその報酬制みたいなのが変わるじゃないですか、はい、そう、多いところ月どれぐらい？ちょっとやらしい話でね申し訳ないですけど、まあ3桁は、はい、年収じゃ1000万っていうのは超えますね。全然超えますね。超えますね。そうなんです。ちなみにどういうのが美味しいですか、塗装って？やっぱり真四角っていうか、そうですね、まあ、塗りやすい部分、塗りやすい方がごちゃごちゃごちゃしてない方がスピード出ますもんね。そうですね。そうなってくるとやっぱ現場の1人気っていうのが3万4万に変わりできますよね。はい、ちょっといろんな人にインタビューしてたら、はい、まあ、ちょっと反社会の人とつながりがやっぱ出てくるとか、あとはあの手抜き工事、はい、まあ、多分もちろんしたことないと思うんですけど、はい、あの指示されたとか、はい、単価的に、はい、あの実際は、はい、こういう工事だけど、まあ、こんなもんでやってくれ、はい、その代わり手抜いていいからって指示を受けたっていう人がいたんですよ。やっぱあります？まあぶっちゃけだと、ぶっちゃけありますね。あります、うん、じゃないともう単価も合わないってレベルなんですよ。ですね。そうですか。やっぱりその金額をガツンと抑えられて、でももう暗黙の了解みたいな。そうですね。お客さんは知らんけど、やっぱり暗黙の了解でそういう風に指示をされるって。そうですね。もう監督の方から、まあまあまあ上から。なるほど。会社の方から言われたりするんですか？まあ、元部さんとか。そうですね。めっちゃ際どいですもんね。いや、結構これ際どいですね。そうですね。まあ、塗装業界ってやっぱそういうのが一番怖いところなんで。そうですね。ただまあ、そうさっきも言ったように一生懸命やって真面目にやってれば仕事も来るし、あのこうやってパイプができてって仕事切らさず年収1000万も全然行くよっていう世界ですね。やっぱ横つながりがあれば、はい、横つながり、あ、今回や。ちなみにめちゃくちゃ YouTube 見られてるんですね。あ、見てますね。めちゃくちゃ嬉しい。大好きです。結構ツッコミどころ多いですか？そうですね。一人で笑ってコメントとかしてくださいね、よかったら。あ、ぜひ。わかりました。すいません、じゃあお時間いただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまた見てみます。